オーランド・ジョンソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州モントレー出身のプロバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード、オースティン・スパーズ所属。カリフォルニア州の高校を卒業後、2007年にロヨラ・メリオント大学に進学するも2008年にカリフォルニア大学サンタバーバラ校に転校。NCWA の規定により2009年より公式選出場が認められ、 BWC の最優秀選手に3年連続で選出され、2010年の BWC トーナメントに優勝するなど活躍したジョンソンは、2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明する予定だったが回避。2012年までプレー後、2012年の NBA ドラフトでは、サクラメントキングスから指名された後、権利がインディアナペイサーズに移動。 レーサーズでは、成長段階にあったポール・ジョージや、ランス・スティーブンソンの陰に隠れ、D リーグが主戦場となり、2014年2月22日に、ロースター枠の調整のために解雇。4日後にサクラメント・キングスと10日間契約を結ぶも、シーズン終了後までの契約を勝ち取ることはできず、3月18日に、解雇された。2014年8月、サスキ・バス・コニアと契約したものの、 10月に解雇。12月3日にサンアントニオスパーズ参加のオースティンスパーズと契約し、NBA 復帰を目指すことになる。2015年4月にフィリピンに渡り、好成績を上げた後、10月にオースティンスパーズに復帰。2016年1月29日、D リーグオールスターゲーム出場が決定。2月4日にフェニックスサンズと10日間契約を。 結んだが、二度目を契約の更新を受けることはできず、15日にオースティンスパーズに復帰。その後、3月8日に怪我人属室のニューオーリンズペリカンズが NBA に対し、ハードシップ例外条項を行使し、ジョンソンと10日間契約を結んだものの、シーズン終了までの契約を勝ち取ることはできなかった。9月3日、ミルウォーキーバックスとトレーニングキャンプに関する契約を、 結んだが、シーズン開幕前に解雇。11月1日にユナイテッドリーグのユニックス火山と3ヶ月契約を結んだ。2017年3月2日、オースティンスパーズに戻った。ありがとうございます。